はい、皆さんチーズ。慣れたね。はい、というわけで、ケイとビビです。はい、というわけでね、今回3つ用意しました。まあサムネに出ていると思うんですけれども、赤いデスサイザー、青いデスサイザー、緑のデスサイザーということで、随分レアなベイが揃っております。その代わりこの3つ、タイトルに出ていると思うんですが、禁止ベイになってしまったベイたちです。ベイです、うん、もう全部一種類だからねこれ、うん、まあこれはカスタム的には全部赤くするためにただ別に適当に組んじゃった感じなんだけど、まあ赤重視で、で、はい、で次は青色。これもね、まあ、ちょっと贅沢なカスタマイズなんだけど、これすんごいレアなパーツなんだけどね、まあ、ちょっと青重視ということで青色にしました。はい、で次なんですけれども、次緑色がですね、まあ昔有名だったカスタマイズ、グラビティオービットということでね、これもうみんなが知ってるデスサイザーグラビティオービット、もうこれが禁止になったベイだよね。うん、だからこいつで、この3つ禁止になったこのデスサイザーを、もう今となってはね、もうそれよりもはるかに強いもの出てんじゃないかなと思って、だからもう俺的にはさ、もうこういうデスサイザーとか持ってる人やっぱたくさんいると思うんだよ、うん、だからもうそろそろ解禁してもいいんじゃないかなってことで、ちょっと今回こいつでどれほど通用するのか試していきたいと思います。早速やっていこう。もう勝っても負けてもいいんで、まあ事実をそのまま移していきたいんで、事実もうノーカットでいきたいと思います。で1個の色のベイに対して3点マッチでいきたいと思います。いきます、3、2、1、ゴーシュ。はい、バーストお前もか。はい、ってなんでバーストフィニッシュ2点です。ちょうだい、ちょうだい。あ、はい、瞬殺だからね、禁止ベイが瞬殺されてますからね。まあカスタマイズ次第なのかもしれませんけど、だとしてもだよね、禁止ベイ相手にこんなに秒殺っていうね、すごいよね。3、2、1、ゴーシュ。かすっただけだぜ。ちなみに2ロックですね。はい、まあジークエクスカリバーはあのロック4つあるんで、2個外れたとしてもね、縦の半分までね、やっぱりね、もう解禁してもいいと思う。次青ね、青色。はい、はい、いきます、3、2、1、ゴーシュ。あ、オーバーフィニッシュ。まさかのミス、そっち行った。まあ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 、いいんじゃない、当たってはないけど、よいしょよいしょ、頑張れ、ロングワインダー扱い、いくぜ、3、2、1、ゴーシュ。出ないでー、出たよ。出ないでー、出たよ、出たねー、痛い痛い痛い。大丈夫、むしろそれそのうち気持ちよくなる。えおかしいな、ガチな映画出たから。いくよ、うん、はい、3、2、1、ゴーシュ。出ないで、よし、オッケー、もうこうなる、オッケー、バースフィニッシュ、2対2。これしょ、ずれてないね、よし、次で決まるね、お互いに2点だから。こっちミスであげちゃってるけどね。そうね、うん、ミスしなければ、そうね、あー、プレッシャーかけたね、フラグ、おお、そうね。俺回収うまいかな。3、2、1、ゴーシュ。よし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 、いいぞ、よし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 、お前はいけるはずだ、お前ならいけるはずだ、はい、どーん、ありがとうございます。飛んでった、うん、本当に禁止ベイ立って贅沢なカスタマイズしてるのにね、うん、だいぶレアなパーツだからね、それ頑張って。じゃあなんかもったいないよね。はい、はい、続きました、みんなが知ってるデスサイザーグラビティオービット、どうなる。いやー、多分瞬殺だと思う、当たれば。いきます、3、2、1、ゴーシュ。お、いいね、いいね、いいね、
はい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 、あと1回大きいの。おおー、でも耐えたね。耐えたね。うん、耐えた方。でもやっぱりね。それはい。おっ、やべえ。スリーわー。まあ4ロックあるんで、まあまあまあみたいな感じ。まあね。うん、でもあと1点取ったらこっち勝てたかも。うん、いきます、3、2、1、ゴーシュ。今のタッチ痛かったんじゃないかい。はいはい、オーバーフィニッシュ。あっさりすぎない？でもしょうがない、これが事実だ。そうね、3ロック。おお、なんだったらもうワンパンだったね、うん、はい、てなわけでね、もうやってまいりました。はいはい、ですね、まあこれで終わりだと思っている方、ちょちょいちょい甘いっすね。他にも禁止場合あったと思います。じゃーん、キラーデスサイザーの前のなんだっけな、嘘でしょ、ダークデスサイザーだ。ダークデスサイザー、グラビティオービト、これ、はい、これ2世代型、こっち3世代型だ。もう大会にもさ、こいつ出してもいいと思うんだよね。いや、手回し、まさかの。まさかの手回し、ちょっとびっくり。これも3点マッチでいきましょう。はい。はい、いきます。3、2、1、ゴーシュ。はい。すごく外れてた。一撃で？うん。うん。タカラトミーさん、もうそろそろ解禁してもいいんじゃないですか。みんな持ってるのになんかもったいないっすよ、マジで。もうこれタカラトミーさんへのメッセージだね。ほんとに。3、2、1、ゴーシュ。あ、ごめん。はいはいはい。なんだったら俺も出たし、ね、もうまだ待ってちょうだい。以上ね、おみしゅ。ちょうだいが、ちょうだいに聞こえた。ちょうだい、はい、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。もうナイスあげるもん。欲しがるね。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ、2点。はい、あと1点取ったら勝ち。ちなみにこいつ、なんか自分から出ていく以外で点数上げてないからね。そうだね。そう、ちゃんとした負けがないこいつ今のところ。3、2、1、ゴーシュ。逃げても無駄だ、真ん中に絶対来るんだからな。いけ、頑張れ。おお、初負けになるかもしれない。おお、ちなみに1208、低いな、すげえ。ワロック。おお、で今俺が2点でそっち行ってる、ね、おお、初めての点数ね、うん、さすが2世代から。いきます、3、2、1、ゴーシュ。もう一回やろうか。走ってた、走ってた、走ってる、走ってる、走ってる。あとついてる。カーペットそのうちハゲるだろ。ポリラクマハゲちゃう。ハゲクマになっちゃう。可愛くないよそれ絶対。いきます、3、2、1、ゴーシュ。おお、まさかの同点。なんか意外と2世代型のダークデスサイザーの意地が回ってる、回ってる、まだ回ってる。さあおいで、まあこれで俺は勝ちたいです。勝ってタカラトミーさんにもう退勤してくださいって言いたい。あと1点だからね。3、2、1、ゴーシュ。あう、やべやべ、俺のミスで窮地になっちまった。2対2、やだな、これで負けたらやだな、まあ、これ指さして笑ってやる。フラギかな。3、2、1、ゴーシュ。いけ、出ないで、出ないで、振りじゃないで、おー、よしよしよし、当たって、はい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 。お、お、嘘だろ、嘘だろ、ダークデスサイザーには勝てられるかというわけでね、はい、ダークデスサイザーは封印でいいかな。ワンロック。マジか、うん、あ、でもね、まあ封印は解除してもいいと思う、マジで。おっとっと、
まあ、楽しみの幅が増えるよね。そう、解禁されたら。うん、だって言えばさ、こいつが今最強になってるけどさ、それを打ち負かしたわけだから。まあ、一回ミスったけど、うん一回ミスったけど、でもそれでもだよね。うん、2世代型にしては頑張ってるよね。頑張ってる。うん、重さなんて全然違うの。重さだけじゃないんだよ。そうね。じゃあなんだろう、まあ、ちょっと語り口調になっちゃうかもしれないけどさ、うん、やっぱお金がない子供もいるわけじゃん。で、昔さ、例えばこれ誕生日に買ってもらった、やったー、めっちゃ強い、超使える、はい禁止ってなる。絶対泣くよ。楽しくないよね。うん、だから絶対そういう子いるんだよ、絶対に。だって世界広いんだし。なんだったら俺もちっちゃい頃ベイブレードを勉強で頑張ったら1個買ってあげるとかさ、誕生日でになったらこのセット買ってあげるよとか言って買ってもらってたから、ベイの数あって5個くらいだったかな。昔はドライガー、まあ全部ドライガーだったけどねだからそういう風にやってたから絶対そういう子いるんだよ。で、これを大切に使ってた子が いるはずだから、そのデサイバーのね、うん、初代のそれを禁止にしちゃったんだから、なんだろう。で、今何それ相応の強さがもう出ちゃってるわけだから、それを大会に出してもいいよってなってるんだし、うん、もういいんじゃねって。タカラトミーさん、そろそろさ、封印解除してもさ、泣く人いないって、みんな喜ぶって。むしろ使う幅が増えるし、あとなんだったらね、大会にさ、何持っていくベイの種類も変わってくるわけだから、うん、なんか楽しみが倍増すると思うんだよね、解禁すれば。だから良ければ宝富さん、社員の方一人でも行ったら、ちょっと上の方にお話を上の方にお話をお願いいたします。はい、というわけでね、良ければ復活してほしいなっていう。昔俺これライバルだったんだから、これとで赤本よく対戦してましたからね。はい、まあ中心に来れば俺が勝って、こいつが周り勝ったら俺が中級で負けてっていうのを繰り返しだったんだけどね、うん、それがもう今となっては封印されちゃってなくなっちゃいましたからね。なんかもう使ったら恥みたいな感じじゃん、封印されてる強いべっていうやつは。まあ周りに言われるからね。そうそうそう、だから子供も使いづらいし、うん、でも商品として成り立たなくなっちゃったからさ、うん、うん、だ解禁すればタカラトミーさんも利益はありますよありますよ、これがおらおらペシってされるはい、てなわけでね、まあそんなこんなで、皆さんもね、なんかもしもね、タカラトミーさん見てたら、コメント欄の方もちらっと見てくれると思うんでね、デスサイザー解禁してくださいってみんな書いてくれればね、もしかしたら解禁してくれるくれると思うんだよね。だって強さ同じなんだから。バリ強ってわけじゃないし、なんだったらデスサイザーに関してはこいつ全勝だし。うん。だから多分、この動画がもしも再生数何万とかいけば、もしかしたら、なんかお偉いさんの目に留まって変わるかもしれないね。YouTube ってのは、もう今、なんだ、社会現象になってますからね。はい、ってなわけで。まあよかったらね、この動画、落ちる。もちろん上陸したって、ここに上陸させてんだから。あ、そういうこと。そう、上陸したよ、立ったよってね、熱戦だよね。うん、熱戦出すよ。うん、いいでしょ、この3つ。ゴジラ3形態、1形態の尻尾だけはなかったんだよね。尻尾だよって欲しかったんだけど魚じゃないよみたいなはい、まあそんなくだらない話は置いといて、ちょっとね、雑談になってしまったんですけれども、うんちじゃないぞやめろやめろ、その扱いやめろ。行くぞ、締めのあれ行くぞ、やめろバイバイ